のさ。ちょっと。お疲れです。ありがとね。あ、それ。これにて完成なり。お主のお言葉はいつも拙者の胸を打つです。これを見せればごろつきのようなおじ上もきっと日本を見直すはずでござる。おじ上もいよいよ年貢の納め時です。いち早くおじ上のもとに知らせに参らねばでござる。そうするとお主とはしばしお別れをせねばならぬです。されど拙者きっと戻ってくるです。おじ上の返り討ちなんぞには決して会いません。これを受け取るです。着物を作った時の余った布でこしらえたです。これは拙者とお主の友情の証。拙者の帰りを何とぞ待っててほしいでござる。この日本で拙者にとって最も居心地が良い場所はお主の傍らでござるゆえ、かたじき、我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに節制の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え節制の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。
名残惜しいですが、明日には立つ予定でござる。またね。お、来たな。今から葉隠れ行くからさ、お前も行こうぜ。おお、即答じゃん。つか今日は真田さんのおごりなんだよ。ほら、薬師丸の時さ、勝負したことあったろ。まあお前はとっくに忘れてっかもだけど、あれ最後はお前がゲットしたじゃん。まあ相手はアイギスだったけどさ、結果的には先輩は負けってことだろ。いや認めさせるのに半年かかったよ。だからお前を待ってたんだよ。みんな先行ったからさ、すぐ出ようぜ。みんな特性でいいんだよね。特性ラーメンを5つで。いやー、なんか嬉しいっすね。真田さんに飯をおごってもらうとかマジなかったからな俺ら。確かに勝負に負けたのは認めるが、なんで5人前もおごらなきゃならない。またそれっすか。いいじゃないっすか、細かいことは。けじめはビシッと大胆につけないと。おごらないとは言ってないだろ。なんだ、アイギスまで疑うのか。いえ、そこに置いてある雑誌読みましたか。気になる見出しがありますね。雑誌？これです。救世主ついに現る、話題のカリスマ本誌に激白。ああ、最近カルトっぽいの流行ってるよね。ネットとかですごい人気なんでしょ。へえ。おい、この記事の写真見てみろ。救世主ってこいつ。ストレガの高屋か。どうも世間がおかしいと思ってたが、こいつらの仕業か。食事中に最悪だ。読みます。人間は今、憎悪の連鎖と将来不安とが循環する目に見えない牢獄の囚われとなっている。だが今、世界には我々を新たなステージへと引き上げる力が降臨しようとしている。私はそれをニュクスと呼ぶ。私はその真実に触れ、一足先に力を得た。そして確信した。ニュクスさえ訪れれば、全ての人間は必ずや苦しみから解放されると。ニュクスって、なんでこいつがその名前を。っていうか、ニュクスが救い？真逆じゃないの。本気で言ってるのかどうか疑わしいな。遊びでやっている可能性もある。ふざけやがって。だが社会にはニュクスの真実に触れながら救いを理解できない哀れな者たちがいる。彼らは私に近い力を得ながら、その力を個人の目的のために悪用している。昨今巷を騒がせている説明のつかない怪事件、真相は彼らの手によるものだ。ちょ、なんだそりゃ。俺らのことかそれ。悪い。でもよ、つうかこいつらどういうことだよ。話題のカリスマって、たった二人のくせにちょい見ない間に何なんだこの有名っぷり。ジンの方はどうも以前からネットで絶大な知名度を誇るハンドルらしい。こういったメディアの使い方もあいつが仕切ってるんだろう。露出の少ない芸能人にブランド感が出るみたいなもんね。ったく、ムカつく連中。私はこれより
ニュクスの来訪をより確かにするため、約束の場所へと赴く。彼らを恐れることはない。ニュクスが訪れれば、全てのものが等しく救済され、皆安息できる。今は希望にのみ思いを馳せ、来るべき時を待つだけでいい。何も心配する必要はない。待つことだけが唯一の正しい選択肢だ。同志諸君、これは静かなる革命である。静かなる革命？こんなん信じてる奴がいるなんてな。先行きの見えない未来を変えられるのは異形のカリスマだけなのかもしれない。以上で記事は終わってますね。このコメントを最後に、彼らは再び行方がつかめなくなっているようです。行く先などタルタロスしかないだろう。まったく、くだらん演出だ。でも彼らのせいで街の雰囲気明らかに変わってきてますよね。口には出さなくても、みんな心のどこかで怯えてるみたい。実際そうなんでしょ。こんな馬鹿げた説法を大勢が鵜呑みにしてるって事態、普通じゃないもん。情報なんて信じる気になるかどうかさ。確かめる方法なんてないんだからな。必ず死んじまうってんだ。嫌な予感が広まんのも無理ねえけどな。必ず死ぬことは特別なことなんでしょうか。命が必ず終わることはニュクスのせいで降りかかった特別な運命なんでしょうか。人間にとっては当たり前のことだし、最初から知ってるはずのことじゃないんですか。正直俺だって自分が死ぬ日のことなんてこうでもなんなきゃ考えなかったぜ。でも俺らはもう迷ってるわけじゃねえんだし、いいんじゃね。目的はニュクス、邪魔すんならストレガとも決着をつける、そんだけだ。そうだな。まあわざわざ探さなくてもタルタロスで鉢合わせるさ。どうやっても俺たちが邪魔らしいからな。約束の日か。本当もうすぐね。なあ、それまでできるだけのことをしないとな。よし、そうと決まりゃ、まずは腹ごしらえっす。すいません、俺葉隠れ丼も追加でいいっすよね、真田さん。ちょっと純平、アイギスの半分食べるって言ったでしょ。それも食うよ。食いだめだよ、食いだめ。残すなよ。あれは、もしや、ふざけんなって。
そういえばさ、マジかよ。ありがとうございます。危険ですので私の後ろにいてください。どちらもとても怒っているようです。あなたたちは確かいつも神社でお会いする。どうしたんですか？え、コロマルさんを？私たちが？待って、私たちはコロマルさんをいじめてなんていません。確かに戦いでは力を貸してもらっていますけど、でも、え、そんな、この方たちはコロマルさんの古いお仲間なんです。私たちと付き合い出してからコロマルさんが怪我ばかりだって疑って、どうすれば分かってもらえるでしょう。皆さん誤解なんです。どうか怒らないで、落ち着いてください。ごめんなさい、私の手硬いから。そうか、疑われても仕方ないですよね。こんな普通と違う体じゃ。あの子怪我してないといいけど。私最近思うんです。たとえこの心が皆さんに近づいたとしても、体はずっと機械のまま。もちろんそんなの当たり前なんですけど、兵器としては力不足で、触れ合うには硬すぎる。中途半端ですよね。ただの機械でも人間でもなくて。でも、すみません、ありがとうございます。そうですよね、割り切れなくたってありのままの私でいいんですよね。ごめんなさい、なんだか変なことを言って。私作ってもらったから、皆さんやあなたに会えたのに。あなたのそばにいられるんだから迷うことなんてないはずなのに。私さっきの皆さんたちにちゃんと話しに行ってきます。またあなたが危ない目に遭ってはいけませんから。すみません、また後ほど。
と。ねえ、私、自分のイメージを変えたい。イメチェンをしたいんです。もっと相手を見下ろせるように身長を現在の3倍にするとか、肩にトゲを生やしたり、背中に大きな竜を彫ったりとか。この小説を読んで決めました。私を強く見せるには、心強く思ってもらうにはどうすべきなのか。外見が持つ影響力は計り知れないものです。この主人公も舐められないようにと身なりに気を使っていました。だから私も変えてみようって思ったんです。私を心強いと思ってもらうには、それにふさわしい姿にならないと。あなたはどう思いますか？リーダーの意見が聞きたいです。もっと大事なものが他に？ああ、もしかして。ごめんなさい、私思い違いをしていたみたいです。本にあった主人公のセリフ、わしもカッコつけにゃならんですけ、その後あれだけ身なりを気にしていた主人公が締め込み一つで勝ち込みに行くんです。あなたの言葉でようやく本当の意味に気づけました。一番大切なのは、何があっても強い信念を貫くことなんだって。だから私は私の信念を貫きます。頼りなく見えるかもしれませんが、そこは気持ちと力でカバーします。これからも皆さんのお役に立てるよう出力最大で頑張ります。なんだかタルタロスで体を動かしたい気分になってきました。あの、今から勝ち込みに。ああ、もうこんな時間だったんですね。残念ですが、今日はおとなしく部屋に戻りましょう。部活どうする？よっしゃ！ミヤ、調子どう？よくはねえな。膝に力が入らねえ。じゃあ、少し早いけど休憩にしようか。ごめん、ミヤにマッサージしてあげて。ほら、足出しな。
悪い、練習中なのに。やめろよ、らしくね。おいっ子のためだろ。本当に悪い。おい、ちょっと付き合ってくれよ。聞いてもらいたいことがあるんだ。ああ、できれば場所変えたい。部のやつに聞かれるのはちょっと話し込んじまうかもしれねえし、適当なとこ入ろうぜ。ああ、何から話そうかな。なんか頭の中がごちゃごちゃだ。とりあえず最初にこれ渡しとくよ。前に甥っ子がくれたテープなんだ。必勝の願掛けがされてんだって。いっぱいあって俺じゃ使い切れねえからな。練習中にどっか痛めちまったらテーピングに使ってくれよ。お前に最初に話しておきたくて決めたよ。俺通院する。膝ちゃんと治すよ。最悪無理かもな。ちゃんと説明しねえと。別にふてくされたわけじゃねえんだ。独りよがりをやめたっていうか、膝や老いのことで部に迷惑かけんのってやっぱり違うよな。そんなんで勝つことができても、そんな勝ちは後味悪いに決まってる。前までは俺自分の勝ち以外のこと考えられなかったけど、お前が保健室で先生に俺の膝のことで問い詰められた時だよ。自分のことばかりじゃダメだって当たり前のことに気づけたんだ。やっぱり勝負んだから勝ちってのにはこだわりたいんだ。ただ今は大会の優勝じゃなくて、周りのみんなのために膝を治すことが俺の勝ちだと思ってる。治すのを頑張るってのもよくわかんねえけどさ。毎度毎度お前の肩借りるわけにもいかねえしな。今まで本当にありがとうな。部活とリハビリか、忙しくなりそうだ。でも俺は全部に勝つぜ。いずれお前にもな。我は何時、何時は我、何時ついに真実の絆を得たり、ここに戦車の力がその才能を開かれたり、今こそ我ら何時に与え戦車の究極なる力、何時がうちに満たされんことを。一個にちゃんと事情を説明して一緒にリハビリしようと思うんだ。どっちが先に治るのかな。あいつも俺に似て根性あるから。おかえり。そこの君、虚無がはびこり
混迷を極めるよう生きる和光度よ。きらめきの中で踊り明かすまやかしの熱狂は救いにあらず。我らが救世主と共に救済の時を待たないか。時は待たない。救世主の声を聞きたいなら急がなければ。おはようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますのでご連絡差し上げました。今回は2人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。それでは失礼いたします。さあさあ、なんだよ畜生、公園内キャッチボール禁止とかさ。お前さんも思いません？キャッチボールで友情を育む青春の1ページ、大人の都合で禁じちゃいかんってさ。正論が来たな。でもこういうとこ増えると実際困るんだよな。
野球少年的にはさ。まあここが禁止になってるのを俺も今日まで知らなかったけどさ、引っ越したばかりの頃はたまにやってたんだけどな、壁当てとかキャッチボールさ。少し肩慣らしがしたかったんだよ。つのも俺なんかまた野球とお近づきになれないかと思ってさ。進路とか将来とかそういうのまだ全然わかんねえけど、だっせえまま背中向けてるといつまでも未練ばっか残っちまうし、2年後どうしてるのか一個でも答えられるものが欲しくてさ。つうわけで野球にしといた。どう思うよ。それ褒めてんのかよ。でほらよ、今日はダメだったけどいつか付き合えよ。それまで預けとくからさ。まあでも悠長なこと言ってるとビッグイベントの後になるかもな。てか、そういや4月からずっとこんなだな。目の前のことでいっぱいいっぱいでさ、先のこととか考えてる暇なかったろ。先輩たちはすげえよ、こんな時期でも受験とか考えててさ。ほんととんでもない1年だったぜ。後から振り返ってみりゃこの1年以上に盛りだくさんなことこの先ねえよな。いいことばっかじゃねえし、きついことのが多かったけどなんつうかまあすっげえ青春だったよな俺ら。マジでさ、なんだかんだあったけどリーダーお前でよかったわ。前に好きに選べって言ったけど戦う方を選んでくれてありがとな。そんじゃあまあ俺らの青春ハッピーエンドで締めてこようぜ。そんでもってハリウッドで俺らの活躍を映画化だ。主演はもちろん俺っちな、君は助演男優賞を目指してくれたまえ。真面目な話ばっかじゃなんか俺たちっぽくないだろ。じゃ寮に帰ろうぜ。アカデミー賞を取る計画でも立てながらさ。おかえりなさい。あのですね、私は never felt like
よ。じゃあ行ってくる。それじゃ。てかさ、それでは。ありがとうございます。学生さんたち、ちょっといいかしら。この辺りで猫を見なかった？白いブチ猫で、兄ちゃんっていうの。目を離したらいなくなってしまってね。さっきから心配で心配で。私と同じでもうずいぶん年だから、そんなに遠くへはいけないと思うんだけど。白いブチ猫見ましたか？そう、心配ね。お腹を空かせてないといいけれど。ありがとう、学生さんたち。また別の場所を探してみるわ。白いブチ猫で、みーちゃん、もしよかったら私たちもみーちゃんさんを一緒に探しませんか？別れ別れになってしまうのはきっとすごく辛いことだと思いますし。何でしたっけ、こういう状況を表す言葉で。ここであったが多少の縁ですよね。今頃は空腹でお腹と背中が紙一重かもしれません。間一髪でしたっけ。とにかく急ぎましょう。いらっしゃいませんか？
ませんね。シャドウのような適性反応なら少しは感じられるんですが、私役立たずですね。ごめんなさい、私から言い出したのに。やっぱりうまくいかないですね。機械の私が人並みに情なんて。もう暗いですし、今日のところは引き上げましょう。ありがとうございました。わがままに付き合ってくれて嬉しかったです。ごめんなさい、誘ってもらったのに。おう、おかえり。いや。そうだ。ねえねえ。もしかして、そういえば、それは育てよ、オレっち印のお野菜ちゃんたち。でもさ、こまめに水やって雑草抜いて、虫がついてりゃ取ってやって、地味な作業だよな。なんかの修行かよってくらい。なんだよ、いきなりそのセリフ。まあでも一理あんのか。優しく愛情を持って向き合うべしってとこすかね、先輩。高級お野菜ゲットで夢のリッチ生活への道のりは遠いぜ。まあ誘ったの俺だし、ちゃんと面倒見ないとな。お野菜はレベルアップ。よし、今日の作業もご苦労さん。下戻ろうぜ。
ごいね。まさか。なあ、うん、それは。さあ、いや、ああ、そうだな。またお待ちしている。
いらっしゃい。また来て。さあ、主の身元に行きたまえ。これはこれは、あなたからの来訪は初めてでしたね。来たる救済についてはもうご存知ですね。そうでなければあまりに道化だ。これであなたもさすがに分かったはずだ。もはや敵対する理由はなくなりました。あなた方の行動は全て徒労だった。影時間は滅びず、ニュクスが星に結末をもたらします。運命は決しました。ですが不安に思う必要はありません。裏切り続ける未来という虚像から我々はようやく解放される。ただそれだけのことなのです。故にあなたさえ望むのであれば、私があなたのことも導きましょう。ええ、そうでしたね。あなたはそういう人間だ。では、ニュクスと戦うのですね。なるほど。無責任に未来を語る者を私は侮蔑します。世界に必要なのは惰性で続ける物語ではない。未来を所与の者かのように嘘吹く詐欺師の言葉でもない正しい幕引きだ。今を耐えれば明日になれば、そのような無根拠な期待が苦しみの根源なのです。ありもしない未来を思うから人々は救われない。あなた方にニュクスを倒す術があるか否かなど関係ない。なぜならあなた方はたどり着くことすら叶わない。救済の日、私は滅びの塔の頂上でニュクスの来訪を待ちます。宣言しましょう。敵対するなら容赦はしない。では始めますかね。
ですね。ありがとうございます。今の猫の声、もしかして。おお、よしよし、ちょっと痩せたかしらね。私の相手をしてくれるのは今はもうこの子だけ。みーちゃんがいない間寂しくってね。二人ともありがとう。寂しい、一人でいるのは寂しいですか？そりゃあね、年を取るとわかるの。どんな財産に囲まれてもそれが見取ってくれるわけじゃない。どんな人間だって一人では生きていけないんだってね。近所に子供たちはいるけれどあまり年寄りには興味がないようだわ。おばあさん。じゃあみーちゃん、行きましょうね。学生さんたち本当にありがとう。生きるというのはやっぱり一人じゃできないことなんですね。はい、きっとそれは誰かと思ったり思われたりすること、誰かと触れ合うこと、触れ合えること。ただ一つ分かっていることがあります。私はあなたと一緒だと嬉しいって感じるみたい。でもどうなんでしょうね、人とつながるのが生きるっていうことなら、こんな体の私にどこまでできるのかな。なんて、私すっかり弱気ですね。どうしたんでしょうね。帰りましょうか。
主人公、前の巻のラストで無理して倒れちまったけどさ、他の奴らが頑張って主人公抜きで渡り合うとこ泣けるよな。で、終盤休ませてもらってた主人公がフラッフラの体を押して打席に。おお、分かってんじゃん。もっと冷めてんのかと思ったぜ。お約束でもいいもんはいい。俺もなんか忘れてた気がすんな。よし、盛り上がってきたところでラストまで行きますか。終わっちまった。まあ最後は主人公が決めて勝つんだけどさ、あのヘロヘロの状態から覚醒するとこ、無の境地ってやつ、ああいうのできたらすごそうじゃね。だよな、絶対強えって。達人の極意みたいなもんだし、力任せにぶったたくんじゃなくて、集中して力抜いてこうググッときてスッと抜いてバーンみたいな、いやビッと溜めてあーからのズドーンのがいいか。マジでできそうな気がしてきた。もうちょい復習しねえと。ラストのとこだけもう一回読んでかね。さて、これにて完結か。一人で黙々と読むのもいいけど、こういう名作は感動を分かち合わなきゃな。またなんか持ってくっから、暇な時にでも付き合えよ。じゃ、お開きってことで、今日は気持ちよく寝れそうだわ。